対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがミミロップ、ミミキュテティフランド、月光がギルガルドということで、どうしよっかな。初手サンダーはまあまあ刺さりそう。ミミロップも簡単にはサンダーには猫魂できないので、静電気考えるとサンダーから入っていくのはありありのあり。サンダーレヒレまで確定かな。サンダーレヒレ納豆が一番思いついた戦術なんですけど、これだとあれか、相手のギルガルドがちょっとだけ重たいか。まあ、型によりますけどね。ミミッキュに対してサンダーで削り入れに行くっていう作戦もありはありなんだよな。でもランドにするのはありか。いやでもテテフ受けが欲しいから、結局のところサンダーレヒレナットにどうしてもなりそうな感じがするんですが、これでいきますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。ガルトか、ちょっとあんまりガルトのこと考えてなかったけど、いつもドランがいるバックがパシャーモに変わってたりとか、あとサンダー使うときって僕結構羽休み型で使うんであんまガルドに不利取らないんですけど、今回は羽休みできない方だから、あでも初手に来ないんだったら問題ないわ。で月光がで、ボルトは最近スカーフを警戒されまくってますが、サンダーのスカーフはボルトほどは警戒されないはず。ボルチェンでケイ、まあ、タスキの可能性はもちろんありますけどね。タスキじゃない、でここはレヒレでいいかな。これでだいぶ有利だな。3対2のバトルができるわけなんで、まあ、スカーフサンダーは思った通り使い勝手結構いいわ。ボルトほどスカーフが読まれずに、かつあと耐久がちょっとあるので、ボルトより後投げ性能が高いんですよね。ボルトって本当に後投げしたら死ぬポケモンなので、そこが難しかったんですが、ラスト多分ミミロップだよな。だからレヒレ残したいっちゃ残したいけど、これガーディアンでアロラを一発ぶちかましてもいいような気はしている最近ね。はい、これでサンダーの圏内に入るんで、全力のネット技ナット投げるかちょっとは考えたんですけど、メザ炎とか持ってる場合にナットで後投げしたら一方的に負ける可能性があるんですけど、今の対面とりあえず突っ張って殴れば手で削ればするんで、まあ、結果的にはこうなっちゃいましたけど、まあ、レヒレ突破されても、テテフこんだけ削ってるからな、こんだけとかガーディアンでアローラ打ってるんで、当然、がっつり削れるんですけど。で、サンダー、相手のテテフが臆病スカーフの場合抜かれちゃいますが、その場合は最近一応耐えるんで、で、10万ボルトでいいかな。はい。そんなに悪い展開ではないはず。ラストがガルドの場合はちょっと悩ましいところだけどな。で、テテフ突破。ミミロップは多分なんとかない。ミミロップだったらまずナットレー投げて、あミミッキーか、ミミッキーでもまあまあ有利だな。ナットレーがいるわけだし、で10万ボルト、ほいっと、バグらせてもいいぞ、バグりはしない。自慢の若ちょっと放電も考えてるんですよね、ワンチャンを取るための研磨言いまそうだよな。これで Z を透かす動きをするかどうかという話なんですが、死に出しナットレで十分な気はしている。自慢で、あとミミッケタスキの可能性もあるしな。効果がタスキじゃなかったし、これバグったかズルズルのズルですがまあバグってなくても裏ナットなんでほぼ勝ってると思いますけど、このズルは美味しかったですね。10万ボルトでサンダーやっぱ強えわ。対戦ありがとうございました。だいぶ撮影遅れましたが、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーが剣サナーボルトランド月光がリザードンということで、初手サンダーはまあまあ刺さりそう。サンダーから入りますか。
サーナイト受けはナットレイが安定さ、ナットの刺さりはかなり微妙だよな。サンダーバシャーモで攻めていくのはありか。サンダーバシャーモラスト何か、うーん、ボルトが少し重たいのでラティオスを投げるかどうかという話、まあ悪くはないですね。あーでもこれサーナイトが来た場合にピランデーから結局ナットしなきゃいけないのか。サンダーナットバシャーモでいきますか。ほい、では対戦よろしくお願いします。初手月光河から入ってきて、でスカーフ一点読みでボルトバックっていうのはちょっと嫌ですね。まあただスカーフサンダーはそんな数が多くないからちょっとやりづらいと思うけど、サナから来たか。これは一応ナットを連れてきて正解だったな。まあ消え玉とかメザ炎とかある可能性はありますが、まあ D フリナットレなんで一発は一応耐えるんですよ。で静電球奪われて、ここはボルチェンで、いつもさサンダーの10万採用しないでなんだボルチェン熱風毒毒ハニヤスメとかいう構成力使ったから、今とっさに一番上のボタンを押しそうになりましたね。その構成の時ってボルチェンを一番上にするからちょっとサンダーのボルチェンは一番上にあるみたいなのが自分の中のルールなんで今間違えてちょっとだけ押しそうになってしまった。しかしこのパーティーなかなか調子がいいからな。引いてきたか。ランドロスへ、ああなるほど、電気ジェットとか呼んだ感じですかね。これはボルチェンは効果がないと、でここはナットレイバックで、まあ、ボルチェンだけじゃ相手も型判断しづらいだろうからな。ランドロスって一般的にサンダーにあんま強いポケモンじゃないので、なんだろうな、ランドロスってサンダーの型がなんであれまあまあ不利なんですよね。あの独特ハニヤスメの場合でも普通に押し切られちゃうし、引いてきた。ここで鴻上交換か。サナは別にそれはいいんだけどなそれは別に全然構わないんですよね。ラストが見えるかもしれないけど、ここはステルスロックで神剣は、あ、突っ張ってくるかってことは消え玉か。消え玉だったらでもジャイロが正解だったな。ワンチャンかけた身代わりとかはあるかもしれないけど、あー消え玉か、当たらない。おっとこれはバックのアドンゴ、ステロを巻いた上にジャイロボールでサナを殺しに行ける。消え玉は落ちないんでね、でここはジャイロボールで相手めちゃめちゃブチ切れてそうだな。かわせかわせ、さすがに当たるか。まあ、消え玉はなかなかね当てるのに苦労する技なんで、これは仕方がない。ジャイロボール吹き飛ばせ。リザードいないのも分かったからな、かなりアドですね。当然ランドの地震圏内には入ってますが、ナットを残すかどうかという話でいらないな。ナットでですね、ランドロスへ、はい、一応だけど3代目のような岩技とかトンボ返りをしてくる可能性はあるっちゃあるんで、ここはヤドリギの種ですね。一応効果4度はどうしてくる可能性はまあまあある。あーそういうやつで、ま、それめんどくせえぞ。ビルドアップやつかもしかして、だったらさっさと引くべきだな。かーめんどくせえのが来た。なるほどね、相手結構ナットレに薄い戦術だなと思ったけど、そういうことか。ビルドアップ、まあそれはいいでしょう。イワジェットとかじゃなければサンダー一発耐えんじゃないかな。一応こっちのサンダーのスカーフなんで相手のランドの上は取れるんですよ。で向こうからこっちをワンパンしようと思ったら Z の火力が必要なはず、まあ、エッジとかあった場合別ですが、ビルド身代わりエッジってこうさちょっとやりづらいでしょ。メザパー相手は岩石フュージー、はい、これ落ちない。ここな、向こうのランドがイジッパーであればこっちの方が上取ってるんですよね。メザパで、あとはここ身代わりをしてくる可能性もあるから、すげえ難しい。引いてきたが月光河かってことは神剣か。
ちゃ入るじゃんこんな入んのメザパで。これ一回引くのが正解だよな。リス上がる剣だとちょっとまずいけど、まずいな本当に。それぐらいリス上がる剣はなかなかいないからな。はたき落とせ、鉄トゲが入って、これそもそも次の鉄トゲで落ちるのか。落ちたら美味しいけど微妙なとこですね。ジャイロボールで叩き落とせ、鉄トゲが入って、あギリ落ちねえのか。これスカーフとかかな、もしかして。叩きレンダーなんかスカーフっぽくも見える。さらに上がれ、攻撃 OK だったら問題ない。これバシャーモで、まあ、まだちょっとスカーフで断定はできないんで、ここはしっかり守りますか。剣これさすがに引いたらさ落ちるようなステロでちょっと微妙な HP に見えるけど、いやさすがに落ちるな、さすがに落ちる。だからここはもう守ると思って、バシャーモのこの構成ちょっと変えようかなと思ってるんですよね。まあ、これがなんか一番僕の好きなバシャーモの構成なんですけど、フレドラ膝にあの岩技っていう一番好きな構成なんですけど、あやっぱスカーフだなこれは。まあ、だからまあほぼほぼ勝ちでしょう。ランドロスが1回 S 上げる術があるとは思えないし、バシャーモの前で磨き残すっていうのも不可能なので、まあ、不可能、いや不可能だな、さすがに無理。えスカーフじゃないのか、遅くねえか。いやまあイジッパ剣の場合はあれだな、イジッパスカーフだとこっちの方が早いのか。うちのバシャーモ陽気なんで、イジスカだったんですかね、ちょっとわかんないけど、バシャーモにあの畑を襲う理由ってあんまないと思うんですよね。うん、てか全くないよな。だからラストにスカーフだと思うけど、ランドロス木の実っぽいけど、もうそんなの気にせずフレドラガンでガンガン殴っていけばいいですね。 S 振ってるやつだったら上取れる、こっから倒せるかもしれないし、 AS ベースのやつとかあったらフレドラドライブで神々だな。さあどうだ、まあ、ギリ落ちない、焼けた。この焼けどはいらない、いらないその焼けど。これでまたズルとか言われんじゃん。いやこんなんなくても勝ってるからな、言っとくけど、うちのサンダー上からメザこう言って、ランドロースなんかワンパンなんで。このビルと関係ないですからね。やけどがなかろうが、ランダローが、身代わり残すのは不可能なんで、僕の勝ちは決まってました。なので、ズルとかそういうこと言うのはやめてください。お願いします。フレアドライブで。ほら、食らっとけ。例えばですよ、これ身代わりを張ったところで結局次身代わり張れないわけですよ。ここでね、まあ相手これ試合投げてるな、やけどで死んでいくからな。いや試合投げてるわけじゃないと思うけど、バシャーも守って引いて何やかんやで終わりじゃん、まあ、そんなことしなくて普通にフレドラレンダーでいいけど。はい、対戦ありがとうございました。